出してますけど、僕たちねいつもオリジナルの歌しかやらないんですよ。で今日は初めて、ほぼほぼ初めて人の曲をちょっとやってみようかなと思って。本当に？有名な歌じゃないですよ。というか友達の歌なんです。すごいね。うるさい。もうちょっと落として弾くとかしよう。そう、ね、友達のね、キクロクっていう俺より4つぐらい下のやつがいてね、すごいいい歌を歌うんですけど、なんつうの、引っ込み思案ステージ出てもなんかうまくできない、そんなやつがいてね、そいつが作ったすごいいい歌があって、でもちょっといろいろ寸法とかメロディーとか歌詞とかに難点があったんで、俺が勝手に直しちゃいましたけど地球の歌という、猫はなんて鳴く、犬はなんて鳴く、猿はなんて鳴く、象はなんて鳴く、ニャーニャーワンワン、キキパオン、ああみんな可愛いです。でもね、もしかして違う鳴き声いるかもしれないね、どっちが丸かな、どっちが罰かな、ああどっちも正しいで、人の数だけ鳴き声があるの、どれか一つだけ丸なんてないんだ、君の
黒い子も白い子も赤い子も黄色い子もみんな同じなんだよ。みんな生きてる。笑顔も涙も人の数だけ。一人一人が大切な人だよ。みんな生きてる。この星の上で、この地球の上で、一人一人がみんな生きてる。次はね、これからオリジナルでやりますから。